はい、こんにちは、みほです。今日は工芸茶を楽しんでみたいと思います。以前、一度紹介したことがあるんですが、今回は五星紅葉というシャイニングスターという名前の工芸茶です。はい、お茶を取り出してみました。茶器に入れてみました。お湯を注ぎます。曇って見えなくなっちゃった。蓋して蒸らしたいと思います。はい、ティーカップの方に入れてみました。ちょっと花びらがベロベロになっちゃったんですけど、形が五角形をしていて、葉っぱの方は、糸でくくられています。で、五角形です。上から見ればわかるかな。飲んでいきたいと思います。はい、これは2杯目です。1杯目は飲んでみたんですが、緑茶に近い、本当書いてあったんですけど、緑茶バラって書いてあるんですけど、本当ちょっと渋みがあって、ジャスミン茶とはちょっと違うし、ほろ苦さがあるというか、美味しいです。もし、これ中華街で買ったんですが、もし見かけたら、工芸茶を見かけたら、楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。